今日は、2週目からです。雑談チャットは、控えてくださいぐらいですかね。役職外なしでいいですね。役職外なし。誹謗中傷どうしますか？なしでいいですか？うん、なしで大丈夫だよ。誹謗中傷もなしでいいですか、ね。うん、はい。皆さんのルールで、テンプルであれば、何か質問あったらお願いします。うん、特殊な変な変わったルールだったら、ちょっと相談してもらえれば。はい、じゃあ、皆さんも、サクサクやりたいって感じで。じゃあ、3秒後にスタートします。うん、大丈夫。特に違和感がないルールだから。何にも問題がないよ。うん。ちょっとなんか特殊なルールがあれば、ちょっとみんな、ぎょっとするようなルールがあればあれだけど、ね、余っている役職がランダムで振り分けられます。それでいいんじゃないのってしか俺もいいようがないから、ね。あなたの役職は、いや、村やりて、負けでも勝ってもいいから、とりあえず村やって終わりたいんだけど。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。あ、俺からが、オッケー。はい、そこに塩ございません。霊能が西を出てきた場合だと、相当決め打てる盤面ではないと、自分は基本的にはロラします。ってところだけ。で、あとは別に進行論とかないんですけど、なんか進行論語ってそれを叩くのは正直嫌だから、叩かれるのはね、叩かれるのは嫌だから正直。まあ、進行論に関しては、占い師は、まあ、売れていいんじゃない？役職に関しては。あ、けど、霊能に関しては、自分的には一周目出てきてほしいと思ってて、この位置なんで、まあ、なんかこの位置で出てこられると、なんか濁ってしまうっていうね、病気なんで、一周目出てきてほしいなっていうところですね。まあ、特にあれ、強調しません。うん。お任せしますってこと。うん。これは自分の意見ね。出てきてほしいっていうところだけ言っとく。で、それがあれかな。以上です。キューバーさんどうぞ。9番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。3番さんランシロです。3番さんランシロ、把握よろしくお願いします。そうだな、まあ進行論っていうのは盤面まあ揃ってからでいいかなと思ってて、まあそれ人それぞれだからっていうところですかね。はい、まあ基本なんだろう、こうまあ陰運だったらば例のまあ八幡さんはなんだっけ、例の22になった場合はまあよほどのことがない限り決め打たないって言ってるけど、まあ自分も基本的には同じだけど、なるべく、決め打てたらいいなぐらいでは思ってますかね。はい、なるべく決め打てたらいいなと思ってます。はい、八幡さんに関しては完全に2周目なんで言うことありませんって感じですかね。騎士に関しては盤面揃ってから言えばいいかなと思ってます。はい、あとなんだろうな、あと村人陣営の方に言うんであれば、自信がなさそうに喋ることと、あとなんかこうボソボソっとこう喋るのはあんまり良くないかなと思ってるかな。なんだろう、こう結構それだけでね、あのね、なんかこう黒っぽく映っちゃうときあるんだよね。だから自信を持ってハキハキと怪しいところいいところはハキハキと自信を持って言ってきて。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師でした。8番さんしろ、8番さんしろ、ハートお願いします。9番さんは人狼か教授になります。ですね、 CEO になるかもしれないし、 2CEO になるかもしれないので、占いが人狼さんっていうのは8番さんが立った時点でババって出てきてほしいなって私は見てます。まあ霊能さんにお任せしますがっていうところですかね。そうですね。騎士さんは私はセンスにお任せします。私別に21だから絶対出なきゃいけないとか思っていません。騎士さんグッジョブ出したいって方は潜伏したいだろうしっていうところもあるのでっていうところかな。まあちょっとこの場所なので8に白が出てるし、9番さん殴りしかできないし、9番さんが何か狂人か人狼かわからないし、2周目に考察伸ばします。2番のプレイヤーが発言します。うん、はい、そうですね。まあそうですね、1か9決めきれたら最高なんですけどもね、1周目じゃわからないですね。そうですね、 SG1 の村人は釣りたくないので
そうですね。わかんない。例えば4番さんを釣り押そうとする5、6、7がいたらね。これ4番さん釣らないよ。うん、5、6、7の強敵に1票入れるよ。悪狼を追うか。悪狼とは狼なので黒ですね。黒い人釣りますね。SG でみんながいくらその人に票を集めようが白いと自分が思ったら釣らないし、どんなにみんなが村と思ってても自分が黒だと思った人であれば1票入れます。もうそれだけです。はい。まあ、集団で票固めて村釣ればいいんじゃないですか。僕は狼釣ります。自分、はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。よろしくお願いします。9が俺白、1が8白、で2番さんがグレーと。現状考えられるのは、まぁ、ちょっと、あれですね。2番さんは、自分が黒だと思う人に投票するということですね。まぁ、ヘイト、まぁ、回想な発言だなっていうのが印象ですかね。で、1番さんに言うとすれば、9番さんが俺に白なんで、9さんのかっこいいのあるかもしれないから、3番さんの発言はちゃんと聞いとくとかね、そういう発言があってもいいかなと思ったかな。あと9番さんは8番さんの精査がもう、はい、わかりません。この位置なんで、くらいなのがちょっと気になったかな。8番さんで結構、なんだろう、俺的には生存意欲を感じちゃったんだが、はい、4番さんどうぞ。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。ラナイスでハイコモロモを把握いたしました。ですね、今のところ9番さんが最初に3番さんに出して、旧ロジックだとしたとして考えたなんか何、合ってるかな、旧ロジックだとして考えたら特攻または格闘なんか、で、一番さんロジックだとして考えたら、一番さんロジックだとして考えたら、あ、八番さんにしろ、確か。八番さんにしろ、一八、でも一八、どうなんだろうね。まあでもね、現状今のところね、9番さんの方が心配。え、これでね、黒って言われたら嫌だけど、現状ね。で、5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村口陣営ね。4番さん直近のね、ちょっと4番さんに触れると、なんか1級を、真と狼で決めるというような発言がちょっと気になるかな。か4番が狼で1級に狼がいるって可能性が結構高いかなと思ったかな。別に SG だからってわけじゃなくて、そこは確実に怪しいですよ。4番さん、3でもいいと思ってるくらい。2、4で比べたら、まあ、俺、どっちも一生悪いですけどね。2番さんも発言ちょっと強いなと思ったしね。まだ喋ってもない4番さん叩きっていうのでね。SG じゃ別に釣ってもいいと思ってるけどね。SG ってのは別に、ワンチャン黒の可能性もあるし、狂人の可能性もあるし。まあ、最近村でも黒打たれたらね、もうほぼ返せないってことだから。SG っていう人。だから釣ってもいいと思ってるかなぐらいですかね。占いに関してはね、どうだろうな。盤面的にだけ言ったら進路なんだけど、まだ分かんないかな。盤面揃うまではぐらいで、3、8の時に。6番のプレイヤーが発言します。6番のラーメンです。よろしくお願いします。村人陣営です。で、1番さんが、8番さんに白だし、9番さんが3番さんに白だしで把握しました。そうですね、まあ1番さん、8番、9番さん、3番、まあ話した感じだとどっちも印象悪くなかったんで、まだ分かんないんで、まあ次の話聞きたいなと思っててます。で、そうですね、2番さん結構喋ってて、まあ自分は黒に絶対入れるからみたいなこと言ってたんで、そうですね、まあ、あくまで予想なんですけど、あえてだから、まあ、どこに入れても怪しまれないように保険かけたのかなっていうようにちょっと見えましたね。で、3番さんは、まあ、そうですね、まあ、印象としては特に悪くなかったかなと。4番さんのその1級、確実にっていう発言はちょっと気になったかなっていうところですね。まあ、5番さんは結構印象良かったです。まあ、7番さんの話も聞いて、また話したいと思います。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番おじさんです。そうですね。まあ、印象としては、まあ、
1周目のあれでは、まあ、9が新、1が強なのかなってね。なんか8番さん、私黒く見えて、なんか進行論言って叩かれたくないって言ったんで、そんな釣られたくないのかなと思って、8黒いなと思ってたら1が8に白打ったんで、1強、8黒あるのかなって印象ですね。はい。で、リバーサリー化したら僕印象良かったですね。はい。まあ、黒1釣りたいって言ってたのは、まあ僕的にもそういうの好きなんで、2番さん白置きできると思います。はい。4番さんがちょっとよく言ってること分からなくて、なんか9を死んで置いてるって言ったんですけど、なんかいまいちピンとこなかったんで、それに対して5番さん4を釣りたいって言ってるので、5番さん印象いいです。6番さんなんかただ全体的に触れてるだけなんで、って感じですね。はい。6番さん全く色落ちなし、よく分からない。うん。なんで、一周目では8、4、ローローなのかなって感じ。8番のプレイヤーが発言します。レースラ、レースラ。レースラか。第1番さん、確、確定ってことか。なるほどね。なんか7番さん言われたんだけど、進行論語らんかったからって、黒く見ないのは遠すぎじゃないと思ったんだけど。だってね、進行論語ってね、叩かれてね、釣られたらね、意味ないじゃんと思ったんだけど、人それぞれ進行論持ってんだから、それに従っていればいいんじゃないのかなって。それが俺のあれね、進行論です。なんかかっこいいこと言ったな、俺。うん、4番さん別にいいんじゃない ?4 番さんっていうのは、あれじゃないの、9番さんが特攻成功してる可能性があるから、5番レノ ?5 番レノか。一緒に出てきてほしいんだよ。ほら、沼っちゃうよ、俺。沼っちゃう病気なんだからさ。4番さんって安易に9番さんを白く見て、見たじゃないかなと思ったって、9番さんが3番さんに特攻してるか成功してるから、9番さんを白く見てるんじゃないかなって、俺は率直に思っちゃったから、4番さんにヘイトを受けた5番さん、7番さんも6番さんも、6番さんって一番恐ろしいなと思ってて、場面整理しかしなくて、それ言うと2番さんもなんだけど、4番さんもなんかすごいよね、発言的に。釣りたいなと思ってるのは正直、叩かれたからって7番さんって言う嫌なんだけど、不当すぎじゃないかなと思っちゃった。ヘイトの向け方がね、7番さんって。だから、9番のプレイヤーが発言します。はい、例のです。スラします。これもう俺決め打ってほしいから、これ俺が部屋村作ったっていうのみんな分かってますよね、これ、普通に。俺がもし、人外だったらば、スラしませんからね、絶対。もう俺決め打ってください。これ5番にせよし、5番出てくるの遅すぎでしょ。俺が人外だったらば、スラするメリット全くないですからね。0% です、0%。普通にこれ俺が部屋村作りました。で、5番さん人外だからどうすんなら5番から釣れるんだったら5番釣ってくれた方が俺は簡単なんだなって思うんだけど、グレーで言ったら7番さんってすごい雑だったなって思ってる。8が、8に対してものすごく雑で、そこで1、8人外で見てるっておかしいよね、7番さんのその視点っていうのは。7番さんは黒いなと思ってます、純粋に。4番さんに関してはちょっと一番わからないかな、やっぱり。一番わからないからどうしようかなって感じで、そこは占い師の意見を聞きたいかなって感じですね。そうだね、今現状白いって思ってるところはないけど、ただ2番さんも若干俺は矛盾してると思ってて、白を追うって言ってたんだけど、で、怪しいところは、黒いと思ったところは、どんどん、入れてきますみたいな感じで、2番さんって言ってたと思うんだけど、白を追うっていうのと、その黒いところを追うっていうのは、なんか俺矛盾してると思うんだよね。白ってやっぱり白く見えるから絶対。白く見えるところを疑っていくのか、黒いと思ったところを入れていくのかって、なんか若干矛盾してる気がするんだよな、2番さんって俺そこの発言。で、4番さんを釣りたくないっていう発言を2番さんで一発目にしてるから、2番のラインがあるとしたら、安直に考えたら4なのかなって思うんだけど、そんなことするかなとも思ってるから、正直ちょっと悩ましいなと思ってるんだけど、あるとしたら4かなと思ってる2番さんロジックで考えたんだ。単体で黒いの7番さんかなと思ってるかな、1番。今のところ。6番さんはヘイト向けてないのも気になるけど、ただそれよりも7の雑なぐりの方が俺は気になってるから、グレーだったら7、5いけるんだったら。1番のプレイヤーが発言します。お願いします。平野村苦手です。すいません。そうですね。
8番さんのとこで立って出てって言ってるのに、5番さんが遅いのはなぜと思った。9番さんってすぐにすらしてくれたよねっていうところかな。4番さんに関して言うと、なんで9が死んで見えるのっていうのは思ったかな、普通に。たまたま占い師だから、占い師、ここの部屋って乱白だから8に白出てるから仕方がないのよね。8から始まったからっていうところ。で、3番さんに関しておくと、9番さんが3番さんに白出してるけれども、初日って囲わないって私は見てるから。なぜかっていうと、クラス占いを飛ばすからっていうところ。だから別にそこは触れなかったっていうところかな。うん。で、2番さんに関すと、2番さんっていうのは、まあ、黒いところをするっていうことでしょ。だから、2番さんって2週目で発言頑張ってっていうところ。で、7番さんに関すと、9番さんが真に見えて、1が2000に見えるんだったら、それは4番さんって同じことを言ってたのね。なのに、84が人狼になるっていうのはなんでって思った。そこがなんか変なところ。うん。って思ったかな。6番さんはなんか、終始みんなの発言に触れてたっていうだけかなっていうところ。まあ、黒見つけたいけどねっていうところだけど、まあ、霊能を釣らしていただきます。うん。今日5番さん釣らしていただいていいかな。うん。すぐに出なかったところは、まあ、弁明してくださいっていうところ。はい。2番のプレイヤーが発言します。うん。そうだね。あのね、辞書的な意味を言ってるのじゃなくてね、9番は話聞いてないんだったら9番釣るわ。うん。5番にしないの気もするけど、もういいわ。話聞かないんだね。白狼とは黒です。なので黒い人釣ります。しっかり言いましたが、あなたの定義なんて聞いてねえわ。俺の定義だ。しっかり話を聞け。白狼とは黒だ。俺が黒に見える人だ。86か87。5番は狂人とかなんでしょう、多分。4番はないと思う。8番が、なぜこの状況が作った8番で囲われてたんじゃない？うん。で、相方だったらライン切ってると思うから、86か87でしょ。まあ、86でしょ。6は何も言ってない人しいからね。うん。4番は多分村だよ。1番に占われてもいいと思ってるってことなんでしょ。うん。4番村でしょ。86か87でしょ。まあ、5番さんが言った通りの SG12 に5番さんがなったんだから、5番地釣りして、それでいいじゃん。うん。だって疑われることを取ったんでしょ。うん。村目線4番以上に5番、今、SG1 だけど。うん。じゃあ5番釣ればいいじゃん。自分で地釣りすればいいじゃん。この出方が悪いせいでこういう風になっちゃってるってことなんだけど、まあ、俺はとにかくフラットでなんとか見ますけど、4番を釣ろうと思ってる人誰かなと思っててね、5番とか7番だったけど、7番はまあ俺のこと村で見てるから、まあ5番の方が黒いかなと思って、発言もしない6番、5、6押そうかなと思ったんだけど、この場面だから8、6か87でしょ。まあワンちゃん8、5とか8、9がある、8、9はないか。8号とかあるかもしれないけど、まあ8は黒硬いっしょ。3番のプレイヤーが発言します。はい、まずびっくりしてます。1番さん、狩人出さなくていいんですか？今日狩人出して、噛まれてもらって号泣を釣ってる間に一番白い人を占ったら、 村目の人を占ったら4縄をそこに使えるんですけど、で黒1が2択になるんですけど、で今日狩人もし噛まれてわけわかんなくなって狩人乗っ取られたら、それだけが負け筋なんですが、マジで、あ、狩人じゃない、騎士ね、ごめん騎士ね、7番さんね、うん、やっぱその辺はちゃんとした方がいいかな、うん、で8番さんはね、やっぱりね、レーロラしたいっていう自分からね、最初にトップバッターに言ったのに、9、5をどっち入れるのかはっきりしなかったから、俺今日もあるから、今日もあるなと思ってたんだよね。だからそういう精査をしてほしかったかな。で、2番さん、8番さんは隠し色ですね。6番さんが一番ヘイトを買わないようにしているような印象を受けたかな。これ4、6あるんじゃないかなと思って、2はね、突拍子がなさすぎてね、思考が固まってないね、この人は。ちょっとわかんない。で、霊能から行くが、5番さんの意見を聞いてから決めますね。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。あのね、9番さん白っぽいって言ったのはね、もう現状だからね、あくまでも。
うん、まあでも2周目の発言聞きますって言わなかった、私も悪いと思ってるけど現状だからねってことを言いたかった。うん、うん、まあそうだね、9番さん例の、うん、5番さん例の、うん、そっか、うん、まあでも5番さんみんなも言ってるけど出てくるの遅かったし、9番さんがすぐレース出してくれたから9番さん、うん、9番、5番さん入れるかな、今日は。っていう感じです。5番のプレイヤーが発言します。64ローローの急遽かな。うん、出てくんの遅かったなって、別にそこは、なんだろうな、俺、潜伏しようと思ってたからね、うん、巨人、うん、そうだね、巨人が潜伏してると踏んだから、うん、スラだと思って、ちょっとタイミング逃したかなぐらい。うん、9が、もしローラだった場合ね、俺、どっちにしても7、2は行く気なかったんだよね、叩いてるからね。7っていうのはかなり怪しい動きしたけど、うん、トップバッターの8番叩いて、1が巨人の8ローみたいなときには、怪しかったけど、やっぱ知事だったね。うん、で、2番さんも、3番さんの岸田進行、これ、まっとうな、進行論としてこれが一番あれだからね。で、グレーから行かないとダメだから、ね、9番さんの偽王さん、そこだね。うん。今日、岸田してくれ、占い一人しか出てない、平和村なんだから、グレーから行かないとダメじゃないですか。これ、偽王ですね。そういう伝わるかな。号泣釣り切りはかなり弱いと思ってるよ。それは言っとこうかな。9はほぼ、まあ、強人だろうね。強人はすらできるからね。だって、例の、潜伏を選んでるから、こう、自分目線すらしたら強いからね。言ってる意味わかりますかね。どっちにしても真の霊能隠れてるから、自分が先にすらしたら自分が締め取れるでしょ。俺が占い師を一角させたって。46の黒要素を言うと、4番は、うん、まあこの発言でっていうのは、まあそこは別にいいや。6番さんは、特に、どこもその、なんだろうな、平等を買わないような発言してるね。1,2,3,4,5,6 に触れてって どこにも喧嘩売ってないような発言ね、これに黒寄せだけどこうな、はい、だから俺は今日4釣りでいくよ。6番のプレイヤーが発言します。2周目よろしくお願いします。そうですね、9番さんで5番さんの霊能ということで、まあ、どっちかが、ってことなんですけど、そうですね、僕的にはで1番さんが3勝って言ってて、まあ、8、7、7騎士、そうすると4、僕目線4、8、9、5、2、まあ、ここは新しいかなっていうところなんですけど、まあ、5と9分かんないんで、そうですね、4、2、8、まあ、8、怪しいかなっていう感じですかね。そうですね。それぐらいですかね。ありがとうございます。7番のプレイヤーが発言します。はい。何言ってるんですか、6番さん。9番さんが最初3に白出してて、9番さんレース出したんですよ。で、1番さんは8に白なんです。なんで8怪しい？めっちゃくちゃですね。はい。なんか64安直かなと思ったんですけど、8にしろ、俺間違ってる、発言的になんじゃないですかね、発言的に間違ってる、はい、46どっちでもいいですけど、今の6番さんの発言は黒すぎました。4番さんよりも俺もうむちゃくちゃずれてるわ、はい、私は6行きたいですね、まあ、どっちでもいいんですけど、はい、2,3、まあ、3番さんも良かったし、まあ、2番さんはねちょっと頭に血のぼっちゃってたんでね、はい、占い先間違ってたわ。俺8番じゃねえんだ、これ。僕じゃないですかね。簡単。何番だろう、これ。こんな簡単なことはないと思う。何番だろう、岸田させてたから、うん。6で。ああ、まあ今日はね、レイローはね。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石。私はただ。その疑いには、どんな根、その疑いには、どんな根拠がある。これ間違ってたわ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番の遺言を発表してください。
84963。あ、まあ、46だろうな。46の、うん、急遽。これ言った通りになるから、うん、終わったとよく反省して、うん。そんぐらいかな。だから9別に積んなくてもいいよ。46すりゃいいんじゃん。うん。もう9は、まあ、多分ほぼ強靭になってるのかな、使う必要ないと思ってるかな。うん。そんぐらいしか言うことないけどな。2番さんはまあ、うん。2番さんはほぼないと思ってるかな。うん、パッション見せてくれてるからね。うん、俺、やっぱ、パッションだと思ってるから、こういう時は。うん、分かりゃしないから、って言うんじゃん。2番さん、後ろ弾きできるっつうだろ。3番さんは、岸田進行がとても良かったから、狼で首絞めてることになるから。3番さんはない。じゃあ4、6でしょ。うん。どう？はい、以上。うん。太鼓の9番さん、生かしておいていいんじゃない？真の可能性もあるからね。生かしておけば。夜が更けました。人狼に気をつけてください。が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。6黒か、じゃあ6いきます。とりあえず6いきます。うん、そうだね。6行って4じゃない。リュウハンさんがなんか俺喋ってないんだけど、白狼とかキューワンさんが喋ってたよ。リュウハンさんダメだよ、俺、ツイッチャー。勘違いダメだよ、2番さん。9番さんがカットしたよ、それは。俺はね、2番さんのことは何も触れてないから。うん、落ち着いて、2番さんとりあえず。とりあえず6行って、9は残していいんじゃない？うん。9は、あって強靭でしょ。あって強靭。ローで出ないと、ローですらしないと思うから。あって強靭だと思うから、まあ、とりあえず黒見つけてるから6いきます。それぐらいかな。うんうん。なんか沼っちゃってるわ。以上。9番のプレイヤーが発言します。いや、白狼言ったとかじゃない、とかじゃなくてさ、昨日2番さんって86ラインとか言ってたような気がするんだよ、俺の発言、なんだろう、俺が聞いてた限りだとね、86とかあるんじゃないかなっていう発言をしてたんだけど、2番さんっていうのは、後半1誰もそこに突っ込まないんだなと思ってて、ただ、なんだろう、俺5番が黒で、2番さんが強靭で釣り回避してんのかなって思って、2番さん釣り、釣られようとしてんのかなって思ったけど、5が白で5が強靭だったから、中に2番さんっていうのは逆に白いかなと思ってるから、今の段階では5が白だったからね。5が黒だったら2番さん強靭かなと思ったけど。だから、どうだろう。まあ、6黒は確定してるから、まあ、あと1人狼って言ったら、もう、てかもう勝ち確じゃないの？これ俺残してくれれば。残してくれれば、まあ、勝ち確だと思ってるんだけど。どうなんだろう。まあ、いいや、とりあえず今日6つって、あともう1人狼は3、4どっちかかなと思ってるかな。2番さんないかなと思ってる。5強靭だったから。それぐらいしかもう言うことないかな。残してくれるか残してくれないかは、占い師の、1番さんが決めてくださいって感じですかね。はい。一応心霊能なんで、残してもらえば、もう勝ち確だと思ってます。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。6位占ったのは、8を、どのこうのっていうから、私は1に3を白だ、1が3に白を出したんじゃなくて、私は8に白を出す。で、そこを殴ってきたのが47だからっていうところで私は7殴って。で、3番に返しておくと、私結構7殴ってるから7が騎士だったら勝手に出るでしょ。うん、だから私は言ってないっていうところ。騎士はセンスに任せるって私は最初から言ってるからってところ。で、うん、6だなって6黒。どうだろうね。私だからもう霊能って心境で見てるから、うん。で、5番からずるとは言ったんだけれども、6番さんがあまりにも黒かったから、昨日は6番に入れたってところ。で、2番さんも把握漏れしてるから、私、8に白だからね。8疑うのもうやめてねっていうところかな。うん、私、号泣心境で見てるから、というところで、グレーに2人狼いるっていうところかな。うん。だから、6詰めて、まあ、明日私噛まれるから、あとはもう村の皆さんで、8番さん残るじゃん。
だから8番さんが釣りたいとこ決めたらいいんじゃないっていうとこかな。ほんで発言薄いとこからもガンガン釣っていっちゃったらいいんじゃないのっていうところ、うん、っていうのしかもう私言えない、うん、ヘアムラ私苦手です。今日は6釣りで。2番のプレイヤーが発言します。うん、6ない方は3番でしょ。俺把握漏れしてたわ。1が8だったのね。ああ、1が3だと思ったんだよ。うん、あ、じゃあやっぱり6だから3だよ。なぜ平和村が起こったのか。把握漏れだったわ。9番が3の黒を、9番の狂人が3黒を囲ったと思って、3番と6番は狂人だと9番を思ったから、6番は出なくてこんな平和村ができたとしか思えないし、6番も謎の把握漏れかわかんないけど、4、8、2って言ってて、3番を全く触れなかったっていうとこだね。うん。6、4じゃ露骨すぎるんで、6、3でしょ。で、3番はいい人そうに見えたけど、あれ逆の見方して。騎士を何としても出させたかった狼。噛みたかった狼と考えれば、合点がいく。なぜ平和村が起こったのかと、6番の3番に触れなかったこと、3番の騎士出したこと。うん。以上のことから6、3、ロー、ロー。6つって3番、9が狂人なのか何だろうがいいんで、俺は3番行きます。はい。まあ、4番には行きません。6、4はないでしょう。うん、3番だね。6、3、ロー、ローだね、これ。うん、普通に考えて。終わらなかったら6、3、9。6、9、ロー、ローで見てみます。はい。4番は村を行きしてますんで。はい。もう3、6しか見えないです。終わらなかったら9番行きます。はい、それだけです。噛まれてなかったら。はい。もう6行って3です。俺、単純に把握漏れしてたわ。うん、1が8だったら、1、うん、3、6だ。うん。そういうこと、俺、把握漏れしてたわ。うん、3、6行って3いきます。3番のプレイヤーが発言します。はい。まず1番さんに言いたいのは、1番黒い人を占って黒出したらダメだよ。今日は1番白い人を占って白を出す日でね。そうだったら、絶対勝ち確だったんですけど、6黒ということで、で今2番さんの発言っておかしくって、6は黒で落ちますよね。で5が真だった時、俺に言った時、9、ロー、8、強だったら負けなんですよね。その姿勢が全くない。4を白置きするのはまあいいんだけど、うん、まあ、4の白要素も言ってないし、ね、多分俺4からの評価一周だと思ってる。今2番さんは確実におかしなことを言っている。村が負けるビジョンを話しています。でも1番さんは9番さんを決め打ち進行で行くっていうことなのかな。だとしたら6つって、その後の話になるんだろう。まあまずね、一周回って平和村になりました、9番さんのおかげで。あの時点で狩りが出てない段階でグレー精査を入れることが、俺はもう危険なことだと思ってるんで、それは当然だと思ってます。それが9からも2からも出なかったので、俺は怪しいなって思ってたんですよね。で、8番さんはもう霊能をロラするって言い切ってたんだけど、9番にはいかないと。それは6を釣れば1ロが釣れるからっていうことなのかもしれないが、まあ6行くしかないですね。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。もういいかな。僕人狼だよ。ごめんね、みんな刑務つまらなくして。狂人さん申し訳ないですって言ったところ、うん、もうこれね、負け確だと思ったから言ったの。うん、で今日6つって僕自我見せるから、それで村人の皆さん GG です。ごめんなさい、面白くなくなくしてしまって申し訳ないです。6番全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番、夜が更けました。人狼に気をつけてください。
夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番ゲーム終了。村人陣営の勝利です。勝てたよ。全然勝てたよ。うん、いやもう自分で自分の首絞めるから本当に頭さえ